こりゃ思ったより厄介な仕事だな。そうでしょそうでしょ、真相を知らない連中は好き勝手にデタラメな物語を作ってると思ってるでしょうけど、とんでもない。レアとのゲーム版のしっちゃかめっちゃかなルールの帳尻を合わせながらシナリオを一本まとめるってかなり大変なんだから。とにかく登場人物が多いんだよな。そいつら全てにある程度の出番を与えながら話を進めるってのはディレクター的というかプロデューサー的というかかなり難しい注文だよな。まあそこは割り切るべきよね。何しろ今やキャラは学校の一クラスより多いんだから、それ全部に平等に出番を与えてたらわけわかんなくなっちゃうわ。そうは言ったってどうすりゃいいんだよ。現実に数十人規模でキャラがいるわけだぞ。あんた本当にパーね。このラムダデルタちゃん様みたいに頭使いなさいよ。あいた、頭突きじゃないわよバカ。やかましい。こっちは考えてやぼつ考えてやぼつの繰り返しで頭が痛いんだ。黄色い声でピーピー騒ぐな。あんまりうるさいとエピソード6では登場させねえぞ。何かうまい秘訣があるならとっとと教えやがれってんだ。たく、泣くことゲームマスターには勝てないわね。でももう教えるまでもないわ。あんた答えが分かってんじゃない。おい待てよ、煙に巻いたまま逃げるな。し、逃げちまいやがった。はいよ、空いてるぜ。モナカも羊羹もいらねえから、シナリオのネタを持ってきてくれ。バトラー様、お忙しいところ、失礼いたします。おう、ゲンジさんか。と思ったら、熊沢のばあちゃんに、ゴーダさんに南條先生まで。使用人大人勢一同って感じだな。バトラ様、ご無沙汰しております。ゴーダでございます。次のシナリオのネタをお探しでしたら、実に好都合でございます。なら私たちはバトラさんの力になれると思います。本当に幸いだった。なんだか知らないがネタやアイディアなら大歓迎だぜ。何それ、重箱？中身は？頭をお使いだと糖分が欲しくなる。ゴーダがバトラ様への差し入れにと腕を振るいました。バトラ様は洋菓子はお嫌いだったでしょうか。そうでしたらこのゴーダ、とんだご無礼を。とんでもないとんでもない。バトラ様は羊羹からプリン、杏仁豆腐まで何でもお好きでいらっしゃいますものね。だいぶ苦労されていると聞きましてな、この辺で一服も良いかと思いまして。医学を紐解くまでもなく、集中力を維持するためにも休憩は大事ですぞ。それでは配膳を失礼させていただきます。
さあ召し上がれ。この老いぼれでよろしければあんでもいたしましょうか。俺だけで食べちゃ申し訳ないぜ。みんなで食べよう。お、紅茶まで出てくるのかよ。気が利くな。どうぞバトラ様。私は長く親方様とベアトリーチェ様にお仕えしておりました。ですから、ゲーム版の物語を紡ぐのがどれほど大変なものか。バトラさんがゲームマスターに就任されてからお祝いもしておりませんでしたからな。年寄りたちのおやつ持参の表敬訪問とでも思ってください。そんな年寄りなんて。俺は人生の先輩方をないがしろになんてできねえぜ。さあさ、食べよう食べよう。ゴーダさんもそんなかしこまらなくていいから一緒に食べようぜ。ありがとうございます。それでは私も失礼して。約束約束。ああ、おいち、ほっぺが落ちちゃいそう。ところでバトラー様、エピソード6の準備はいかがですか？それがさっぱりでな。さっきラムダデルタにもぼやいたんだが、このゲームは登場人物が多すぎる。そいつら全員にちゃんとした出番や見せ場をあげたいと思ってるんだが、それを一本のシナリオにまとめるのが難しくて。そういえばさっきシナリオのネタを探してるなら好都合と言わなかったっけ？ええ、それでなのですが、その、バトラ様は今回の人気投票の結果はご覧になりました？有志主催人気投票だろ。俺が人気第1位で、いや、照れるぜ。この中で一番奮闘しましたゴーダが22位、南條先生は48位、熊沢は53位でございました。まあ、老いぼれには妥当な順位でしょうね。源氏さんは何位だったんだ？41位です。まあ、若い世代の方にはなかなか太刀打ちは難しいですな。みんな一番最初のエピソードからひどい役を文句一つ言わずにこなしてるってのに、ちょっとあのクソムカつくエリカなんてろくなことしてねえのに6位だぜ。人気投票ですからね、麗しい女性方にはなかなか太刀打ちができないのは承知。俺は何をボケてるんだよ。ゲームマスターは俺じゃねえか。ならみんなが人気アップできるように出番や見せ場を増やせばいいってことじゃねえか。
いや、本当にうっかりしてたぜ。人気投票の結果に同情するなら俺が少し加減すりゃよかったんだ。人気は出番と見せ場に比例するわけだからな。ああ、そんなことにも気づかなくて申し訳ない。ベアテやラムダデルタのシナリオではみんなも随分不遇だったようだが、任せてくれ。みんなの人気がドーンと上がるように俺が出番や見せ場をいっぱい増やしてやるぜ。おお、じゃあ逆に質問だな。どんな見せ場が欲しい？美味しいデザートのお礼だ。どんと俺が叶えてやるぜ。でしたらぜひとも私は厨房で大活躍ということで。そりゃもちろんだぜ。でも料理だけの活躍じゃ事件後に見せ場がないぜ。いえいえ、お任せを。何しろ私はパティシエ界のアクションスター。厨房でなら負けないと台所用品で大バトルとかいかがでしょう。直前のシーンまではヘタれていて、厨房に追い詰められ料理道具をけなされて、怒りの力で覚醒逆転。おお、若者向けっぽいですな。決め台詞は台所でなら負けないぜ。うん、悪くねえな。群がるヤギどもをコック帽のゴーダさんが合気道の技でバッタバッタ、そこに熱いバトル曲がかかれば脳汁あふれっぱなしだぜ。よし、決まりだ。ゴーダさんには必ずかっこいいバトルシーンを用意するぜ。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。熊沢のばあちゃんはどんな見せ場がいい？やはりあれか。いろいろな重要シーンをいつも扉の隙間からこっそり目撃してるパーフェクト使用人か。私はやはり年齢と経験を生かした役割が一番ぴったりかと。豊富な人生経験から現場の違和感をいち早く察知して事件解決の鍵を握る。けれどもそれを犯人に知られ涙なくしては語れぬ抵抗の末、犯人を追い詰める。ベベッそりゃ渋いな。いただきだ。マサーさんはそういう役にしよう。殺される役ってのは見せ場も作りやすいからな。熊沢さんが倒れるシーンでは銀幕を涙で曇らせてやるぜ。今回は使用人大人生が大活躍。豊富な人生経験と老獪な知恵で千年の魔女たちを打ち破るってな展開にしよう。ありがとうみんな。方向性が決まればもう少しアイデアも出やすくなるってもんだぜ。それはよかった。私らもバトラさんのお役に立てたようですな。それでは私たちはこの辺でおいとまいたしましょう。これ以上居座っては執筆のお邪魔でしょうか。ああ、気を使ってくれてありがとうな。そして協力をありがとう。次回の人気投票、全員が10位以内に入れるくらいに活躍できるよ。
最高のシナリオを書くぜ。シナリオ進んじゃったりしてる。エヴァおばさんの中学時代じゃなくて魔女エヴァだな。何しに来やがった。何ってご挨拶ね。過去のエピソードで一番人気があったのは何？エピソード3じゃない。あのシナリオが盛り上がったのはどうして？私という好敵手が活躍したからじゃない。素敵なシナリオにはね、素敵なライバルが欠かせないの。それに私、こう見えても前回人気投票は第8位。エピソード3以降ほとんど出番がないにもかかわらずのトップ10キープはさすがだと思わない？あんたさえよければエピソード6にも登場してあんたを盛り上げてあげてもいいんだけど。無理しないで登場させちゃえば。いや、いい、ライバルは間に合ってるし。どうしてよ。ムカつくライバルっつう意味では十分にもう間に合ってんだ。たちの悪さも変態度もお前さんをはるかに上回ってるぜ。何よそれ。ま、そういうわけだ。立ち絵命令のスクリプトがバグった時くらいしか出番はねえぜ。エリカって子に私が劣るっていうの？何よ。どうして。ランクオールSの超スペック、ムカつき度、ヘタレ度、特にでかいのが変態度。あいつキャラ立ちすぎだって。何よ何よ。私がインパクトで負けてるっていうの？キャラで負けてるっていうの？だってあいつわざわざ水着に着替えて雨の降る中壁をよじ登ってガムテープ貼って回る変態だぜ。エリカは人気投票第6位、あんたは第8位。でも得票数は倍近いんだぜ。何よ。若い女の子が水に着てるってだけで票が入っちゃうの？男は露出に弱えからな。スカートの丈一つ取ってもそうだぜ。エリカは膝丈だけどあんたはロングだし。何しろこの絶対領域のご時世に靴下かタイツかニーソかさよ分かりゃしねえ。髪型もただのパッツン。そこへ来たらエリカは超王道のツインテール。スカート、髪型、露出に変態度とどこを取っても勝ち目がねえよ。完全にキャラが飲み込まれてる。わざわざ出番を設ける理由がねえ。
問題なら直します。髪型が問題なら直します。露出度も変態度もお望みでしたらお言い付けの通りにしますから。どうか。スカートの丈を直すって、具体的にはどのくらいに直すわけ？10センチ。そろそろ膝くらい出てきた？それくらいでいいのかな？もっと短くして。ま、スカート丈だけならエリカに対抗できてきたかな。髪型は？はい、ウィッグをかぶってツインテールにします。露出度と変態度は？我こそは新しきゲームマスターバトラ様だぜ。出番が欲しいやつは願いでよ。俺の機嫌を損ねるやつは出番なしだ。うわっはっはっは。よう、バトラー。俺たち家族だね。出番はあるよね。物語もいよいよ後半。人間の反撃だもの。私たちも張り切ってるわ。キリエさんはともかく、親父はどうしよっかな。そんなこと言うなよ。ほら、お前の好きなもんは何でも買ってやるから、これからは心を入れ替えていいパパになるから。な、頼むから。キリエは名探偵で大活躍、俺は孤高のアクションヒーローって路線で一つ頼むよ。仕方ねえな。この寛大なバトラ様に感謝しやがれってんだ。その願い叶えて使わす。やあバトラ君、私と夏日とジェシカもなんとか出番と見せ場をお願いできないか。私たちは別に活躍したいとかは言いません。つむじく書いてもらえるだけで十分ですので。私はバトルでも活躍したいぜ。一緒に大暴れして魔女や悪魔どもを蹴散らそうぜ。叶えてもいいんだが。なんだね。夏日おばさんにその膝枕とかしてもらっちゃおうかな。
そう、それですわ。母さんとか呼んじゃっていい？うん、無理にとは言わないぜ。まあその、できたら水着姿でしてくれると。ああ、水着については当社規定のものを支給します。もちろん無理にとは言いませんぜ。第一の晩に6人も殺さなきゃなんないんで困ってるんです。バトラー、てめえ、私の母さんになんてこと言いやがる。無理にとは言わねえんだぜ。何しろ俺はゲームマスター様なんだからな。わかりました。水着で膝枕します。うわー、ひゃっほぼ、僕たち一家も登場にはその条件があるのかな。わしでよければ何でもする。頼むから家族にいい出番をくれたってや。頼む。私と主人の出番はいいんです。でもジョージだけは、ジョージだけは素敵な出番を与えてやってください。そうだな、ジョージの兄貴にかっちょいいバトルシーンでの活躍を与えてもいいな。ほんまかいな。バトラ君ありがとうな。ほんま大きいな。ただし、グヒヒヒ、エヴァおばさんを一晩自由にさせてもらっちゃうけどな。そのたゆんたゆんでグラマラスなけしからんボディで、ヒッヒッヒ、水着姿で手料理でも作ってもらって、はい、ほーんとかしてもらっちゃおうかな。そんなエヴァは勘にしたってや。他のことなら何でも。いいわ、あなた、ジョージのためなら私。バトラ君、そのマリアにも出番。それはもちろん構わねえけどさ、ローザおばさん、人にお願いするなら見返りってもんがないとな。これはこれを着てどうしろというの。ローザおばさんには水着姿で背中でも流してもらっちゃおうかな。グッヒ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 ャー。なんということでしょう、バトラ君がゲームマスターの暗黒面に落ちてしまうなんて。ボレボレする暴走ぶりですな。おお、ロムウェに悪ギリアか。あんたらには世話になったからな。安心しな、特に何の条件もなく次回のエピソードでも出番を用意してやるぜ。おやおや、それは本当ですか。これはありがたいですな。俺はこう見えても受けた恩は忘れねえ男だぜ。バトラ、みんな出番が欲しくて必死なんです。その気持ちをもてあそぶようなことはやめてあげてください。いくらワルギリアの頼みでもそれは聞けねえぜ。何しろ俺は恩は忘れねえが恨みも決して忘れねえ男だからな。
そうそう、ロノウェイ。これ告示文ね。貼っといてくれ。かしこまりました。おや、これは。まさかこんな日が来るとはな。バトラ様、私たち出番が欲しいです。何でも言うこと聞きますから登場させてください。うむ、6人は登場する気があるみたいだが、ルシファーだけはその気がないようだな。あんたに土下座するくらいなら二度と出番がなくたって平気よ。誰があんたなんかにひざまずくもんですか。煉獄の七姉妹は7人でセットだからな。一人でも反抗的な奴がいるならやっぱり出番はなしだな。この通りルシネも謝ってますので、どうか怒りをお沈めください。だから素敵な王子様との出会いの出番をちょうだい。私、美味しいのがいっぱい食べられる出番がいい。そうかそうか、俺の機嫌さえ治ればどんな出番も見せ場も思うままだしな。あー、肩が凝ったぜ。ふくらはぎも凝ったな。揉んでくれねえかな。はーい、お任せの。ギョイ、
6人の妹たちはともかく、エピソード3でルシファーには随分世話になったんだよな。クイとかで何度もえぐられて、グリ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 、ああ思い出しただけでも腹渡が煮えくり返る。何言ってんのよお前たち。ちょっと話しなさいよ。私知ってるんだから。ルシファーお姉様は背中が弱いんだよね。ちょ、あれレビア、どうしてあんたそんなことを。あんたの弱点なんてみんな知ってるわよ。知らないのは知られてないと思ってるお姉様だけでしょ。ほうほうほう、そちは背中が弱いと申すか。ほう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 、やめなさいよ。そのことして私が屈服すると思う。ひいひい泣いて許しをこうなんて本気で思ってる。黙れ黙れ。あの日お前にグリ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 えぐりいびられた恨み思い知れ。この辺か、この辺りか、それズブズブズブ、それともこの辺か。念の恨みがすっかりなくなって、俺のお肌がむきたてゆで卵みたいにツルツルのプリプリだ。これで私たちに出番を与えてくださいます。おう、これまでの恨みはすっきり流したぜ。安心しろ、お前らの出番も安泰だ。じゃあ私、素敵な王子様が迎えに来てくれる見せ場が欲しいです。私美味しいものがいっぱい食べられる役。見せ場とかじゃなくてもいいんで、最低でも7回は出番が欲しいです。強敵との戦いで美しい散り際を望んでいます。ほらほら、あんたたち、そんないっぺんに言ったらバトラ様が混乱されるわよ。ちゃんと紙にまとめてから提出なさい。私はどんな早くでも恨み役でも結構です。二度と逆らいませんので、出番をいただけると。何しろゲームマスターは神だからな。何でも叶えてやるぜ。大船に乗ったつもりでいろ。お、また誰か来たぞ。今度はシエスタ姉妹かな、それともドラノール一家かな。そういやエンジェメ、我が妹のくせにまだ挨拶に来ないとはいけすかんやつ。七姉妹には全身マッサージしてもらったからな。シエスタ姉妹にお尻の尻尾で額の汗でも拭ってもらおうかな。あ、ドラノールには何をしてもらおう。
失礼します。バトラ君が引き受けた要望を紙にまとめてきましたよ。おう、ワルギリア、サンキュー。どれどれっと。うわ、ずいぶんな数だな。チックッ何しろバトラ様はゲーム版の神でいらっしゃいますから、叶えられぬことは何もない。要望もつい贅沢になってしまうというものです。それにしてもバトラ君、この要望すべてをどうシナリオにまとめるつもりです？それも一本で。サブプライムローン破綻、破綻青、バブルと確認。大手証券会社、活動限界まであと5分。投資家が次々切断されていきます。公的資金注入切断、投資銀行への政府支援を強制排出。ダメです、強制排出できません。なんですって？クラウス司令、準備銀行統括機関前議長よりお電話です。100年ぶりかね。ああ、間違いない、第二次世界恐慌だ。
なんだよこれ。この調子でどこまで続くんだよ。こんなのがまだ半分以上あるってのか。バトラ君のわがままっぷりに対する正当な要求かと思いますよ。さて、この要望を全て満たすシナリオを書かなければならないわけですが、実はゲームマスターにはシナリオを書き上げる制限時間がございまして。制限時間？そんなのがあるのか。具体的にはいつまで。まあぶっちゃけると冬込みまでですな。プレス工場さんの都合もありますから、納期はもっと早いですよ。今年は冬が寒そうです。工場は山の中にあることが多いですからね。雪に閉ざされるとマスターディスクが届かないということもありますよ。さあさあバトラス様、執筆を始めようではありませんか。この要望を全て満たす新シナリオ。ああ、もしもお許しいただけるのでしたら、ぜひ私にワイルドな海賊船船長になって、世界の果てまで大航海の見せ場をお許しいただけると嬉しいですな。あ、できたら私も17歳と先生記念ライブとかはやらせてもらえたら嬉しいかも。おいおい、声が小さいぞ。あの後ろ宮バトラーからも要望よろしいでしょうか。おや、何でしょう。これ全部夢落ちってことでお願いしてもよろしいでしょうか。ダメです。図に乗ってました。マジで謝ります。助けてください。ワルギリア様、ロノベ様。仕方ありませんね。シェック代筆をご希望でしたら、もちろんお引き受けいたしますよ。ただし、シナリオには私どもの要望も加わりますが。この際何だって構わん。なんでそんな薄気に悪い目で俺を見る。ルドバット、ゴーバット、シェルドバット、ぜひ。何の話。その語尾のバトってのは何だバト。あ、新しい語尾かバト。